声優の宇都宮亮と申します。静岡県には豊富な食材があります。その食材それぞれに力があって、だからこそ料理がシンプルになりがちなんですが、私はそこに日本料理の技法を使って、一皿の中に楽しさですとか驚きを表現して、それぞれの食材の魅力をより引き出せるように日々料理と向き合っております。本日は私たちの考える富士の国の神話食をぜひお楽しみください。お店の名前は懐石一揆です。名前は一揆俊也です。静岡県の食材の魅力はですね、多種多様な食材があるということです。山のものもあり、海のものもあり、川のものもありということで、豊富な食材が魅力です。でそんな食材をですね、素材の持ち味を生かしつつ、レストランならではのですね、技を使って料理を仕上げていきたいと思います。皆さんにはですね、楽しく美味しく食べていただきたいと思ってますので、ぜひお楽しみください。